天皇賞春の予想ですすお願いしますさあ、やってまいりましたね。天皇賞春ということでね。まあ、3200メートルの十番競争。まあ、近年はね、天皇賞春、なかなかね、メンバーが集まらなかったっていうのがね、あるんですけれど、今回の天皇賞春はね、本当にもう一席が集まってね、楽しみですね。あの、北さんブラックとか、レインボーラインとか、シャケトラとか、あそこら辺がいた頃のね、天皇賞春を思い出すような、 豪華メンバーなんでね、非常に楽しみにしております。まあね、あの、先々週のね、G1、中山グランドジャンプとサスケ賞はね、2つともタコ負けしちゃったんですけどね、まあ最近ね、僕、調子があまりにも良すぎたんでね、もうちょっとね、競馬と真摯に向き合えというね、調子のんじゃねえぞというね、まあ神様からのね、まあお叱りだとね、思うので、まあこれでね、お叱りを受けた僕はね、まあ反省してね、まあ心機一転、まあ連勝街道ね、ここから突き進もうかなというふうに思うんですけれども、 今回の天皇賞春なんですけど見えちゃったんですよね今回の天皇賞春勝つのはタイトルホルダーですはいタイトルホルダーが勝ちますうん、もう圧倒的でしょ うん、もうね、連覇、連覇濃厚です、タイトルホルダーね、まあ。有馬記念を本命にしてね、まあ散っちゃったんですけれども、今回はね、もう3コーナーから4コーナーにかけて、セーフティーリードを保って、そのまま突き抜けるというのが見えるかなというふうに思いますね。うん、やっぱり敵がね、いないです、本当にいないです、うん。なんでね、まあ勝つのはね、タイトルホルダー、もう安定のね、もう逃げ切りかなというふうに、もう後続を封じ込めてね、勝ってくれると思います。3コーナーーーナでーでセーフティーリードが欲しいです、はいすは で、ね、まあ、タイトルホルダーに勝つとしたらもう3コーナー4コーナーでつついていかなきゃいけないと思うんですけど、ここでつついちゃったらもう友倒れすると思うんだよね。うん。だからもう玉砕覚悟でいくような馬がいたらちょっとわからないんですけど、まあそうはならないかなと。まあ、つつく隙も与えないようなセーフティーリードでそのままね、まあ逃げ切ってくれるかなと、やっぱ圧倒的かな。圧倒的だと思います。やっぱ前走もね、完璧だったんで、そのままね、突き抜けてほしい。国内では敵がないということをね、見せてほしいかなというふうに思います。はい。 でね、まあ、対抗とは他なんだけど、マスク・ビクタンはボルドーク・フージュ、ジャスティン・パーレス、シルバー・ソニック、ブレイク・アップ、サンレー・ポケット、ヒュミドールまでなんですけどあれで、タイトルホルダーが勝つレースってね、あのー、先行馬もそのまま来るんですよ。3番と4番で、好意で追走してた馬もそのまま来るのよね。ってことは、やっぱりタイトルホルダーのペースだと、後ろにいた馬はもう届かないってことになると思うんですよ。前の方に行って進められる馬。 ってなっってくるとやっぱアスクビクタンは、ちょっと前走出遅れちゃったんだけど、あとは安定して前の方で走れてるんで、そうかなというふうに思うんですよね。ボルトク・フージュも、ねまあ、早めでいけるし、ジャスティン・パレスもね、うん、3コーナー、4コーナーで早め取り付ける足はあると思うので、まあ、そうかなというふうに思うんですよ。で、アスクビクタンもは、ね、前走が、ね、あの不可解な負けで、 あのね、スタートがダメだったもしかしたら雨とかね重いば場がダメなのかな説もあると思うんですけれどマスク・ビクターもは、ねまあ、今回京都競馬場をね改修して結構ね芝のね水はけ良くなってるし天気予報もね雨だと思ってたんだけど朝にはやむっぽいからそこまで気にしなくていいのかなというふうに思ううんでボルドグ・フジュジャスティン・バレスもね前走2つと,2頭ともね成績良かったですし、まあ、順当なのかなというふうに思うんですよね で、あとは海外で活躍してたシルバーソニックがどう覚醒したのか。で、ブレイクアップもね、うん。で、サンレーポケットもね、ちょっと前、最近の成績そんなに良くないんですけど、まあ、京都が非常に合うと思うんで、ちょっとここら辺でね、一発コースが合うかなというふうに思います。で、ヒュミドールがね、あの、前奏ミクソロジーの2着ダイヤモンドステークなんですけれど、あのね、 かなり良かったんですよ、ほぼ勝ちに等しいし、やっぱりね、なんか、結構、馬が変わったなっていう感じが、ここで覚醒してるのかなと、うん、そうなんね、だから、君通る馬がここで変わってるかなといいいうに思まますはいまあそうね、あの京都競馬場になっての天皇賞、春、わかんないんですけど、近年ずっと阪神だったから、ただね、あのコーナーが、イン,インがね、あの阪神に比べて京都、直線でばらけないと思うので、まあ、前行く馬が有利なのかなと。 うん、インをつくようなことを狙う馬はちょっと難しいかなという感じなんでねタイトルホルダーはじめ先行勢がそのまま来るのかなというふうに思いますで、回目ね3連単、おば3連服でタイトルホルダー1着2着がアスク・ビクターマン、ボルドグ・フジュ・ジャスティン・パレスで3着にそれに加えてシルバーソニック・ブレイクアップ3連ポケット・ヒュミドール、まあ、3連服か3連単かはちょっとオッズ見てね判断しようと思いますけど、まあもうタイトルホルダー頭で来ると僕は信じてるので3連単かな うん、行こうかなというふうに思います。はいというわけで、えー、天の城春、当てましょうね、皆さん。はいまあ、ここから g 1続くんでね、まあ幸先のいい感じにしたいかなというふうに思います。まあ、改めてのスタートですね、まあ、先週 g 1開いたんで、はい、頑張ろうと思います。皆さんの、ね、予想もよかったらコメントにお願いします。バイバイ